とした基礎自治体ベリコ・タルノボ州に属する。スラタリツアの気候は、バルカン山が脈北部に、典型的な、内陸性の気候である。ルンナ・ドリナは、バルカン山脈の中にある市内のスレドのセロ村、リバルツに位置している。第二次ブルガリア帝国時代は、ベリコ・タルノボに首都が置かれ、月の丘は皇帝たちの夏の別荘地となった。 市内にある聖ニコライ教会は、ブルガリアの文化財に指定されている。付近には、紀元前7000年期から8000年期頃の3つの古代集落と8つの墳墓が発見されており、また遺跡も見つかっている。古代ローマのザリグラと街道がこの街を通過していた。市内のゴルスコ・ヌボ・セロには、中世13世紀から14世紀の教会が、 ヨハネス一世ツイミスケスの時代から、イサキオス二世アンゲロスの時代の貨幣のコレクションと共に見つかっている。ズラタリツァは人口が多くなく自然観光に適している。自治体は手付け数の自然を堪能できる川沿いの遊歩道を整備している。ズラタリツァ基礎自治体にはその中心であるズラタリツァをはじめ以下の町村が存在している。 2009年7月30日閲覧。ありがとうございます。